はいどうもヒョードルです。デジモンストーリーサイバースルースハッカーズメモリー続きをやっていきたいと思います。ちょうどチャプターの切れ目ですね。リュウジがやばい感じになってこの先どうなるのやらっていう感じですが、先進めていきましょう。お、早速リュウジですね。やべ、ハッカー狩りが始まってる。なんなんだよお前。やめてくれ、もう降参する。だからあ、俺のプログラムがなんかデジモンを吸収してるんですかね。おお、進化した。おお、なんかまたなんかなんだろうな、こう気持ち悪いのになったな。お、リュウジ。目が怖え。あら、行っちゃった。待ってよ。行っちゃった。リュウジ、どんどん様子がおかしくなっているみたい。そのようやな。お、久しぶりじゃないですか、フェイさん。あの男はあちこちでハッカーを買っとる。ザクソンやデモンズ、どこのチームかなんてお構いなしや。てっきりフーディエがわっちらに敵対し始めたんかと思うとりましたが、おかしいのはあの男一人のようですな。せやねん。リュウジは千歳を失ってから変なの。あんなデジモンだって持ってなかったのに。今井千歳、あの男もアンダーゼロの被害に遭ったんやな。アンさん、手貸しなはれ。これ以上あの男にエデンを好き勝手させるわけにはいかん。まあ、ちょっとこう責任を感じてるようなところもあるのかもしれないですね。アンダーゼロに先導したのはザクソンだからね。あんたらもこのままにはしておけへんはずや。そりゃそうや。奴を捕まえるのは一筋縄ではいかん。綿密な作戦が必要や。追って連絡する。店で待ちや。フェイさん、サイスルだとね、アンダーゼロでボコられてからフーディへの長い午後、なんか洒落たタイトルですね。あら、あ、でそっからの、あ、待っとけって、この依頼やっとけってこと。ちょっとそんな、お、フーディへの記憶だ。ちょっと気になっちゃいますけどね。待て、言われましてもみたいな感じあるけど。ひまわりはゴッホじゃないかな。はい、ちょっとデジラボ行ってきますかね。あのフェイスさんはアンダーゼロでノキアにボコられてから、サイスルでどうだったんだったかな。その後音沙汰あったのかな。あ、来た、クロンデジゾイド。やった、これでまた億万長者だわ。素晴らしい。1万で開発し続けてればいつかはこれは調査にして、いつかはあれが出ますね。クロンデジゾイドが出るんで、これは1000円でいい。こっちはの寄せ集めなんでね。このファーム棟1は開発エリート集団だから。クロンデジゾイド1個5万が3個。もうこれやってたらお金に困ることがまずないって感じ。あ、高級なんとかみたいなのが出てきてますね。素晴らしい。まあ今は必要ないんで買う必要ないかなって感じだけど、 SP カプセルとか、あと状態異常回復系のアイテムとかもうそろそろちゃんと買い揃えないとダメかな。まあお金もあるんでしっかり集めるのが良さそうですね。まあそれはちょっと後でやって毒として、じゃあ依頼を、見てみましょうかね。
新しく6件の依頼、10人いる。これあれでしょう、なんだっけ、欅坂かなんかの曲が、で、あれ曲でサイレントマジョリティっていうのがあるんだよね。じゃ僕も詳しくないんですけど、あのハンターハンターの富樫さんが欅坂にハマって11人いるって書いてサイレントマジョリティって読ませるっていう能力が漫画で出てきたっていうのが話題になってましたね。こうあの最近ハンターハンター全然読めてないから詳しくないんだけど、あ、ベルゼブモンから依頼が来てんだけど、マジ？何これ、ちょっと気になるね。気に入らないクズ野郎がいる。奴を消したいのだがセキュリティウォールが邪魔だ。俺に代わってこの壁を解除してほしい。魔王さん自分で壊しいや。ベルゼブモンを怒らせた奴がいるのか。なんて怖いもの知らずな。面白そうだから見に行っちゃおうかしら。なんてね。デジモン元気だな。ちょっとせっかくなんでベルゼブモンの依頼受けてみましょうか。お前が依頼を受けたハッカーか。せいぜい期待させてもらおうとしよう。俺は慣れ合いは好かないんでな。早速依頼の説明に入らせてもらう。標的のデスメラモンだが、こいつは強者のくせに弱者をいたぶることしか脳がないクズ野郎でな。すげえ、ベルゼブモンマジ超いいやつじゃん。このクズを潰そうと思ったんだが、こういうやつらは無駄に小細工が得意でな。人間の作ったセキュリティ装置を利用して壁を張り、邪魔が入らないようにしている。ムカつく話だが、俺ではこの壁を越えることができない。そこでお前にはこの壁を解除してほしい。元はお前たち人間の技術だ。ハッカーのお前ならたやすく突破できるだろう。どうせならそのままデスメラモンを倒してくれれば俺が楽をできるんだがな。まあそのあたりは好きにしろ。なぜデスメラモンを狙うのかだと。俺はこういうやつが心底気に入らない。勘違いするなよ。俺は別に強者は弱者を守るために力を振るうべきだなんて寒気がするようなことを言ってるわけじゃない。それが戦いであるなら別にいいだろう。弱者が強者に立ち向かうのも、強者が弱者を迎え撃つのも、それが己の意志による戦いならばどうでもいい。勝手に戦っていればいい。俺は関与する気がない。だがこれが強者による戦闘ですらない一方的な蹂躙なら話は別だ。それは強者の在り方ではない。強者以前にただのクズだ。俺はこういう恥知らずが心底気に入らない。だから潰す。言ってしまえば気に入らないから潰す。ただそれだけだ。なんだろうこのツンデレ感すげえな。ベジータ気質。壁は新宿地下の奥深くにある。おそらくデスメラモンはその先にいるだろう。しくじるなよハッカー。なんかニヤニヤしちゃう感じのやつ。あー新宿来ましたね。あれだ、デジタイズされちゃった空間かな。はい、ここでしょ。なるほどね。サイスルで出てきたこういうところが全然出てこないなぁとは思ってたんだけど、こういう形でなんかあれですね、ベルゼブモンって7大魔王っていうカテゴリーの一人なんですよね。あの書き込んでたリリスモンもそうなんだけど、だから多分それぞれからこういう似た感じの依頼が来るんじゃないかな。そして結構硬いんだけど、結構硬いと思ったけどプラチナのメモンだからな、出てるのが。そりゃそうだ。一応新宿駅イメージモチーフですよね。あんまりこうなんだろうな、形はそこまで習ってるわけじゃないのかなって気がしますが。開始だ。この辺は駅のホームって感じですね。さあ行こう。おお、マメモン、オークアモン、アンドロモンってこれ全部完全体ですね。だいぶ出てくるやつが気合入ったのになってきましたね。結構なんか進化過程のやつとかもいっぱいいたりするから、
削るの超時間かかるんだよな。なんか必殺技の一つも使ってくれればいいのに気が利かないな君たちは。お、来た。おお、サイボーグ感あってかっこいいですね。お、エレベーター666階。こうなんか悪魔がいそうな感じしかしないですね。どこまで深く続いてるんだが、さっき、お、素早さ型パッチ。なんか最近ね、エンカウント率が結構高い感じがするんですよね。うお、すげえな、メタルマメモンにマメモン、こりゃすごい。ウイルス出すか。プラチナメモンはちょっとな。イーバモン出して、まあライラモンはいいか、このまんまで。それでいこう。いや結構一戦一戦が大変な感じになってきたな。そう、エンカウント率低下があるんですけど、手持ちの ポケモンじゃないわ、手持ちのデジモンによってそのレベルが変わるんですよね。エンカウント低下のスキルで第1段階で確率低下、第2段階でもっと低下で、第3段階でゼロになるんですよね、確率が。でもうこれだけ究極体とかいると、もう必然的にエンカウント率ゼロになるっていうスキルになっちゃうんですけど、僕はなんかゼロにはしたくないんですよね。なんかゼロにしちゃうとレベル上げしなきゃいけなくなっちゃうから、どっかでなんか程よく戦いたいなみたいな気持ちがあるんだけど。いいわもんね、必殺技宇宙人っぽい。なんかそういうのができなくって、いやちょっとね不便を感じるんだけど、まあ、なので特にエンカウント率は下げずに、なるべく軍師装備してメンバー入れ替えないようにしてやってますね。なのでちょっとイーバモン変えてジャスティモンに戻して、これで倒せば軍師効果がちゃんと得られるっていう。イエーイ、ガンガンレベルが上がるぜ。あー、プラチナヌメモンがついにレベル80になってしまった。これであいつも全ての技を覚えたので、晴れてね、入れ替わりですね。対価の時が来ました。とりあえず貫通持ちなんでネプテューンモン入れるでしょ。ジャスティモンはちょっといまいちですね、正直ね。ガードチャージ、プラチナヌメモンにガードブレイクフィールド使わせて、ライラモンは毒なんだけど、メインが毒は効かないんで、いい感じのサポートスキル持ってるやついないかな。あー、ジャスティモンのコンボ発生継続する確率はいいかもしれないな。あー、インペリアルドラモンぐらいがいいかもな。まあ単純に、10% アップ攻撃力が。なので、まあね、でプラスアタックチャージフィールドも持ってるんで、どうなんだろうな、これって攻撃力に依存するのかな、ちょっとわかんないけど。よし、じゃあこういう感じでいってみましょうかね。
こいつはガードブレイクフィールドを買っていく。行くぞ。これ負けたりするかな。一応セーブしてからやるか。怖い。セキュリティウォールのダメージが半端ねえから。これならどうにかなりそうだ。ハッキングして解除しよう。やるぜ。だけどなんかレベルガンマになってるからそんなに強いやつじゃないのかな。ガードブレイク。いきなりそういうことしてきちゃう感じ？マジ？え？嘘。やばない。ボルテックス。ペネットレート。まだまだ。で、ちょっとこっちはオーラ使っとくか。いや、今日オーラだとちょっと足んねえな。C、B、C でいっか。これを使おう。ちょっとケチ臭いけど。まだまだ、まだまだガードブレイクです。最初だけしてくるみたいですね。で、こっからまた 100% まで貯めるターンに入るはず。あー、やっぱガードブレイクしても効果がないですね。貫通だからか。これでポジトロンレーザーしたらどんくらい食らうんだろう。今3回デバフかけてますけど。おお、すげえ。貫通じゃなくてもかなり効くぐらいにはなってますね。いいね、これ。じゃあガンガンかけちゃおう。いやー、デバフって素晴らしい。あれけどなんか400になっちゃった。乱数激しいのかな、これ。ガードブレイクしまくってみるけど。ちなみに、あ、こいつ物理攻撃持ってなかった。わお。補助技だらけやな、これ。この技構成にしたやつちょっと。ひたすらガードブレイク。これどれくらいまで重複するのかな。よくわかんないんだよな。上がるかな。あ、けどダメージ上がんねえな。これは重複は3回ぐらいってことかな。じゃあこれでアタックチャージをインペリアルドラモンにして、でちょっとここガードしてみますね。これでポジトロンレーザー使うとダメージが上がるのか否か。ちょっとコンボ来ると分かんねえんだけど。まああのコンボ分のダメージ増加があるんでちょっと正直よく分からん感じになっちゃったな。だけど重複は3回ぐらいっぽいっすね。この奥にデスメラモンがいるはずだ。じゃあデスメラモンはウイルスだよな、多分。確かきっと。からこうしまして、のプラチナメモンもいいんだが、まあこんなもんだろうな。これいきなりデスメラモンいるから。わお。お、バンク拡張ドライブ。よし。この先にきっとなんか米粒みたいなのが見える気がする。いるな。ピコデビモンじゃね、これ。
何やってんだこれ、誰か助けて。あ、そうか、弱者をいたぶってるんだよね、デスメラモンはね。ほら逃げろ逃げろ、そんなんじゃ消し済みになっちまうぜ。なんでこんなことするの、僕が一体何したって言うんだ。あ、なもん楽しいからに決まってんだろ、弱者は強者に遊ばれてろよ。そんな、待て待て、助けてくれるの、なんだてめえは、今いいところなんだから邪魔すんなよ。じゃ、まあ仕方ねえな、てめえも俺のおもちゃに大決定だ。ハック開始だ。デバフかけてくるんですね。まあここはまずは毒にしたい。おう、しっかりしてくれよ兄貴。アクセルブースト、ネプテューンモンはまあボルテックスペネトレート、あ、ん、あ、違う、こいつワクチンじゃねえ、ちゃんと見て、いや、じゃあウイルスじゃねえ、データだ。なんてこった、なんてこった、これはまずい、なんてこった、パンナこった。イーバモンとどうしよっかな、プラチナのメモンっていう手もありだな、死ぬかな、これの知力ダメージが来るかどうかにもうかかってるんですよ。プラチナのメモンは防御がアホみたいに高いんで。ベノムトラップ、あー、またミスった、マジ頼むよ。オッケーオッケー、物理ダメージなら全然耐えられる。で、で、そうねー、そうねー、あ、なんで俺他の、あー、ミスった、メンタルブレイクとかにしたかったな。イーバモンの必殺技がっていうか、イーバモンもうもろにあれだと思うんですよね。あれ、知力キャラだと思うんで、そうなんだよな、ちょっと残念。ブロックか、毒は効いてほしいんだけどな。オッケーオッケー、毒効いた。ガードブレイクしてもねーみたいな感じなんだよね。アタックブレイクとかにする？え、アタックブレイクブロックされんの？マジ？そんなことあんのか？ちょっと回復しとこう。やっぱ火だめがでかいね。混乱もブロックですね。もう全然効かない。プラチナヌメもやっぱこういうところが強い。ポジトロンレーザー、なんかさ、メンタルブレイク持ってるやついなかったっけ。こいつか、ワクチンなんだよね、ちょっとまずいよな。まあギガドラモン出しとこっか。ちょっと技の構成がいけてなかったな。メンタルブレイクフィールドあったらそれガンガン使わせてたんですけど、残念ながらこれがないの。いっけHP が高いですね。毒で900とか入ってるもんな。混乱も効かないからな。デストロイキャノン、あ、ん？あ、違う、間違えた、これイーバモンか、ギガドラモンかと思っちゃった、間違えた。余裕で脳筋キャラだから、こいつ。
視力低そうな顔してますからね。1300っておいおい、毒がめちゃめちゃ強いですよね、やっぱり。なんとかなったね。よし、とりあえず成敗できましたってことで、ぐおー、倒した。ふざけんじゃねえぞ。あ、これベルゼボモンさんが来てくれるパティンや。こんなもんで勝った気になってんじゃねえぞ。もう許さねえ、絶対ぶっ飛ばす。覚悟しろこのクソザコどもか。ひー、どうするの、あいつ全然元気だよ。立ち向かう、負けてられねえ。上等だ、消し炭にしてやるよ。待ちな、そいつは俺の獲物だ。やっぱ来てくれた。ほほ、見せ場だ、いいね。すげえ、線路バイクで走ってる。お前は七大魔王の、どうしてここに。この人間がここにいる時点で気づけよ、間抜け。なんだと、なら壁はこの人間が。さてハッカー、今回は世話になったな。まさか本当にデスメラモンを追い詰めてくれるとは思わなかった。俺の力を借りたいときは呼んでくれ、それで貸し借りはなしだ。え、まさか。待たせたな、覚悟はできたかクズ野郎。まあ待ってくれ、許してくれ、ほんの出来心だったんだ。ちょっと調子に乗ってやりすぎちまうことくらい誰だってあるだろう。もうこんなことはしない、だから助けてくれ。俺はな、弱者を攻撃するようなことはしない、戦いでもない一方的な蹂躙なんてこともしない。ならだから、貴様のようなクズは別だ。まっきゃー、わお、ベルゼブモン連れていけるようになっちゃった。やった、嬉しい。キングエテモンの胸、なんだっけ、ヒントは漢字2文字だよって、全部選択肢全部2文字。大王とかじゃないの、違ったっけな。今度お前の好きなものでも作ってやるぜ。料理なんてできそうにないと思うだろう。見てろよ。できんのこいつ。マジか。というわけで、じゃあこれ七大魔王みんな連れていける感じになるんだ。これちょっと楽しみですね。嬉しいな。え、じゃあちょっとさ、あ、ちょっとこれこの辺だけやっとこうかな。デジゲー投稿者リンを討伐せよ。ちょっとベルゼブモン連れてくやつ受けたいなとも思ったんだけど、ちょっとこの悪質ハッカー退治最近やってなかったんで、これやっとこうかな。ザクソンフォーラム行きますかね。時間も割となくなってきてる。こいつだ。おうおうおう、インペリアルドラモンはちょっとレベルが上がんなかったの。ちょっと何が出てくるか分かんないんで、ちょっと適当な感じで余裕で倒せそうな気はするんだけど。ほら、言うこと聞いてさっさと芸をしなさい。違うわ、もっと腰を入れて。もう違ったらグズね。デジモンが嫌がってる、あなたには関係ないでしょう。邪魔しないで。いいよ、やろっか。再生数欲しさに動物虐待しちゃうやった。えい、やっぱり成長期なんで、もうこれはもうペロペロっといける感じですね。これでも倒せるんじゃね。ああ、さすがにワンパンとはいかないか。残念。これもさすがに倒せなさそうだ。かわいい。ダメージがかわいい。ああ、死んじゃった。かわいそうに。
で、これで終わりですね。なんとかなったね。はい、デジモンに面白い芸をさせた動画が流行ってるのよ。私も試しに投稿したらみんなが評価してくれるようになって、もっと閲覧数を伸ばしたかったの。でももうデジモンの嫌がることはしないわ。無理やり芸をしたってきっと面白くないものね。なるほどね、ビギナーズラックで成功しちゃって、こうそれに囚われてしまった感じですね。そんじゃあ、完了と。じゃあまあこの辺にしとこうかな。まだいろいろあるんですけどね。じゃあ次回はこの辺の、依頼もねやっていこうかなと思います。というわけで今回この辺で、どうもありがとうございました。